1950年代の二子玉川園、二子玉川園は東京都の二子玉川にあった東急グループの遊園地である。現在の東急田園都市線、大井町線二子玉川駅東口から200メートルほど離れた位置にあった。二子玉川園恐竜天コンクリート製の装飾恐竜像を1922年に玉川電気鉄道が開設した玉川第二遊園地が起源で、 後、ち、玉川電気鉄道を合併した東京横浜電鉄、東京急行電鉄による経営となったが、1985年に閉園した。その後、跡地は、期間限定の複合施設二子玉川、タイムスパークとして使われたが、現在は二子玉川東地区再開発により、高層ビルの立ち並ぶ二子玉川ライズとなっている。遊園地開設前は、 玉川の瀬田川らと呼ばれた継承地であった。遊園地は鉄道の利用者促進策として建設されたが、当時は他の鉄道会社も積極的に類似の施設を設置していた。戦前にはパラシュート練習場や玉川プールなどがあった。戦時中は一時的に閉園していたが、パラシュート練習場が海軍空挺部隊や 陸軍挺進連隊の訓練設備として使用され、当時経営に関わっていた読売新聞社に陸軍から感謝状が送られている。戦後はフライングコースターなどの遊戯施設や映画館などを有した。また、原寸大のコンクリート製の装飾恐竜像が存在した。正面入り口前にはバスロータリーがあり、目黒駅、玉川駅、横浜駅、 ヒヌタ本村バステートの間を結ぶ東急バスが発着した。このバスロータリーは二子玉川蓄産開発に伴い移転、閉鎖され現存しない。昭和40年代初頭には当時同じ世田谷区内にあったぶらやプロ制作のウルトラシリーズのロケ地にも使われるようになったという。野外ステージではウルトラマンショーなどが行われ、祭事間には撮影グッズ展示などもあった。 松谷由美の1978年のアルバム、流線計80収録の楽曲、観覧車は、二子玉川園の観覧車を題材としたもので、歌詞には、川あたりの遊園地として、二子玉川園が歌われている。自社の路線案内図に、玉川遊園地、読売遊園として紹介された、二子玉川園。この当時は、玉川スピードウェイや津波島温泉浴場も、 東京横浜電鉄の直営であった。東急大井町線、東急田園都市線、東急新玉川線二子玉川園駅下車。ありがとうございます。